典型的な4チャンネルステレオの機器。時代的には、家具調ステレオの時代であった、リアスピーカー4チャンネルステレオの典型的な操作部、4CH デコーダーのモード切り替えスイッチや、再生インジケーターが見える、ディスクリート方式4、チャンネル用オープンリールテープデッキティック2344チャンネルステレオ。とは、アナログオーディオテープの4トラックロク音、または、 アナログレコードに通常の2チャンネルステレオに加えてリアスピーカー2チャンネル分の信号を追加し4つのスピーカーによる立体的な音響効果が得られるようにした方式である。ここでは後者を扱う。1970年代前半に各社からいくつかの方式が発表され対応ソフトも発売されたが企画乱率による消費者の混乱、ソフトの不足、 オイルショックといった外的な要因が重なり、1979年度を最後にハードの製造が終了し、市場から消えた。記録再生の手法による分類では、4つの音声が完全に分離するディスクリート方式4チャンネルステレオと、音声の混合は避けられないマトリックス4チャンネルステレオに対別される。CD-41970 年に、 日本ビクターが開発した方式で4チャンネル完全分離の音声信号、左チャンネル、右チャンネルに加えて 30kHz をキャリア周波数として FM 変調したリアチャンネルの合成差信号、左側合成差信号、右側合成差信号を頂上させて 4CH 分の音声を記録する。従来のステレオセットで再生すると すべての音源が左右のスピーカーでに CH ステレオとして再生でき CD-4 ステレオで再生すると左右がさらに前後に分かれて再生され従来システムと完全互換があることが特徴である CD-4 の音楽ソフトには過長域とされている 20kHz よりも 高い周波数帯域の前後の差信号が記録されているため CD-4 デコーダーを用いて CD-4 の音楽ソフトを忠実に再生するにはレコード針お及びカートリッジには専用のものが必要であるほか、高い周波数帯域を減衰させない低容量シールドケーブルを用いたフォノコードが必要である CD-4 と一般的なステレオ再生装置 ソフトの互換性一般的なステレオ再生装置において 20kHz 以上の再生が困難であった当時の性能からして2チャンネルレコード再生装置との互換性を考慮した企画と言えるしかし1970年代後半よりに後に見られる高性能な再生装置において逆を言えば CD-4 には対応しないステレオもしくは モノフォニックの再生装置を用いて CD-4 の音楽ソフトを再生させる場合にはリアチャンネルの合成差信号が記録されている 15kHz 以上の周波数帯域を除去する必要がある CD-4 対応のシステムでステレオもしくはモノフォニックのソフトを再生する場合はソフトに高音成分が 4CH の信号と判断される可能性があるが CD-4 デモジュレーターは、左信号のパイロットキャリアを連続的に受信することで、CD-4 へ自動切り替えを行うので、実際には問題は少ない。切り替えスイッチで 2CH にすれば安定した再生が望める。2CH ステレオとの互換性や、完全独立 4CH ステレオ規格であることから、開発メーカーの日本ビクターをはじめ、 松下電機産業、シャープ、産業電機、パイオニアなど家電メーカー、ビクター音楽産業、低築などのレコードメーカーが CD-4 を採用した。UD-41972 年に日本コロンビアが開発した方式で4チャンネル完全分離である。マトリックス方式4チャンネルステレオを大きく分けて、CBS ソニーレコードの SQ 方式と、 シャイバー方式を基盤技術に持つシャイバー系方式に分けられる。シャイバー系方式には QS など各種方式が含まれる。ディスクリート方式と違いチャンネル間の分離に乏しい反面ソフトを通常のステレオレコードプレイヤーで再生しても問題が少ないため比較的ソフトが充実していた。RMRM は一般的なマトリックス方式のことである。 最終的に、マトリックス方式4チャンネルステレオの業界標準となった企画である。企画統一に関しては、4チャンネルレコードの企画統一を参照のこと。QS 酸水 QS-1 音、チャンネルシンスサイザーデコーダー。日本において、最初のマトリックス方式4、チャンネルステレオ再生装置。1970年に、三水電機が開発した。 4チャンネル録音から2チャンネル伝送4チャンネル再生のマトリックス4チャンネル方式である。日本において最初のマトリックス方式4チャンネルステレオとなる技術である。LP レコード以外に QS 方式で録音された音源を放送する番組三水4チャンネルゴールデンステージが FM 東京、FM 大阪、FM 愛知で放送された。 SQ1971 年に CBS が開発した4チャンネル録音から2チャンネル伝送4チャンネル再生のマトリックス4チャンネル方式である。主に位置情報を位相で表す方式である。このフォーマットを採用したレコード会社は CTI、コロンビア、EMI、エピック、オイロディスク、ハーベスト、HMV、セラフィム、スプラフォント、バンガードであった。 通常のステレオ音源から単純なスピーカー結線、またはオペアンプ回路の自作による位相差でリアスピーカーの信号を作成する疑似4チャンネルステレオの作成は当時のオーディオ自作の定番工作であったスピーカーマトリックス2チャンネル録音から2チャンネル伝送4チャンネル再生の4チャンネルステレオで通常のステレオフォニック再生装置の出力から 単純なスピーカー結線で4チャンネル再生をする方式。理論的には、左チャンネルと右チャンネルの位相差より、後ろ側左チャンネルを左チャンネルから右チャンネルの差、右後ろ側チャンネルを右チャンネルから左チャンネルの差となるように結線することで、立体的な音響効果を得ようとする擬似的音、チャンネルステレオである。代表的な結線の方法は、 左後ろ側スピーカーのプラス曲をアンプ左チャンネルのプラス曲に接続する。左後ろ側スピーカーのマイナス曲は右後ろ側スピーカーのマイナス曲に接続する。右後ろ側スピーカーのプラス曲をアンプ右チャンネルのプラス曲に接続する。このようにスピーカーマトリックスはスピーカーコードとスピーカーさえあれば特別な機材なしに簡便に実現できるのが特徴である。 また、デコーダーを通さないので音質の劣化がないのが、長所とされた。ただし、使用するスピーカーの能率、音色を考慮する必要があり、組み合わせが限られるのが欠点である。なお、単なるスピーカー結線に限らず、コイルや抵抗をつなぐ方法も存在する。抵抗の値を変えることで能率のコントロールが、可能で、スピーカーの組み合わせの自由度が高まるが、 音質劣化を伴う。メーカー製品であっても、ミニコンポやラジカセのような安価な製品、テレビのようなオーディオ部分にコストをかけない製品の場合は、デコーダーを内蔵せず、スピーカーマトリックスを採用した良いチャンネル再生の例も見られた。オーディオ評論家の長岡哲夫によるものが特に有名である。長岡は、 蒸気のような4チャンネル再生に限らず、3チャンネルや5チャンネルなど、様々な方法を提起している。各社からいくつかの4チャンネルステレオの方式が、発表された、企画乱立の状況で、1971年に、企画統一の動きが、米国では、AR、A や RIAA、日本では、電子機械工業会、日本レコード協会においてあった。 ディスクリート4チャンネルレコードにおいては、企画の提案が CD-4 のみであったので、そのまま承認された。マトリックス4チャンネルレコードにおいては、RM 方式のほか、SQ 方式と1969年シャイバーによって発表された、シャイバー方式を基盤技術に持つ、各種方式に分けられるが、企画の提案が多岐にわたっているため、企画統一は困難であった。 その後の1972年に日本レコード協会では RM 方式、SQ 方式、CD-4 方式の3方式を技術部会企画と定めた。電子機械工業界においても RM 方式、CD-4 方式を技術部会の技術基準と定めた。なお、日本ビクター製の CD-4 システムステレオの多くの機種では マトリックスレコードの再生が可能であった。4チャンネルステレオセットは、従来の 2CH ステレオセットと比べて高価であった、こと。ヒット歌謡曲などの発売が少数であったこと。システムとして CD、CD-4 方式では上述した、殺信号の欠如がノイズを発すること。また、オイルショックによる、経済環境の悪化などで、商業的には失敗したとゲせられる。 しかし、その技術開発は、広い面接ブレのレコードバリア、カートリッジの周波数特性の飛躍的な向上に、貢献した。CD-4 の、レコードプレスのために、低速カッティング法が開発されたが、恩恵を受けて 4CH 以外のアナログレコードの、品質も、飛躍的に向上した。また、CD-4 の広域に記録される、差信号に対する、 ノイズリダクションなどの多くの新技術が開発された。後にドル BB ビービー企画として広まったテープノイズリダクションはビクターが CD-4 ステレオで開発したアンアーズ方式そのものであった。4チャンネルステレオは後のサラウンドをはじめとするマルチチャンネルオーディオの始祖になったと言える。CD-4 は日本機械学会賞を受賞しているが当時 東海道新幹線の受賞に次ぐインパクトを持つものであった。ありがとうございます。